が如く5夢叶いし者最新ゲームプレイ動画特別公開。今回は大幅に進化したバトルの中から注目の新要素をたっぷりとご紹介します。はい、どうもこんにちは。どうも。はい、前回から、お伝えしている竜が如く5の新しいバトルを紹介しようという、まあ、とこなんですけど、まだまだ実はね、前回では尺がちょっと足りなかったんで、はい、もう一回今回後編みたいな形でバトルの魅力を伝えていければと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。進化を極めた喧嘩バトル、2つの力でさらに過激にヒートアップ。今回の、まあ、新要素として大きく言えるのは絶技ってものとクライマックスヒートって2種類ある、はい、で、うん、でこの絶技なんだけど、はい、これ今ちょっと見て、これなんかキル、うわーって赤く光ったよね。すごく、うん、でいつも普段とちょっと動きが違うでしょ。速いし、投げる時もこう、うわーすごい、敵をぐるぐる巻き込んで投げるようにするでしょ。あれはキリュウが持ってる固有の絶技っていう、もう一個クライマックスヒートっていうのがあるんだけど、はい、見てよこのすごい、すごいと思った私。あ、王龍の極みっていうさ、なんかとてつもない必殺技だ。すごくかっこよかったんですけど、うん、すごい破壊力でしたね。破壊力はすごい、びっくりしました今、うん、今度は秋山が秋山さん出てきた。ほら見てこの蹴りすごくね。秋山今空中に浮かして、なんか空中に浮きながらやってるじゃん、はい、すごい、まあ、これがねエアストライクっていう、はい、これも絶技の一つなんだよね。そうなんですね。そうそうそう、秋山が固有で持ってる、一度空中に浮かした敵をずっと無限コンボ的にこうキックしていけるっていう。すごいですね、空中に浮いてる時間がすごい長い、うん、よく見てると画面の横にですね、画面のこのゲージの上に新しく今回ですね竜っていうマークが出てますね、うん、であれが赤く光ってますよこれ。はい、光ってます。この状態はですね、条件さえ満たせばですね、このクライマックスヒートが出る状態なんです。で出ると、でこれ条件さえ満たせばヒートアクションと同じ要領で出せる。で今度新主人公の品田、はい、品田って元プロ野球選手だから随所にアスリート的な技が出てくるんだけど、こうタックルして相手をドーンと突き飛ばしたりとか、スライディング、本当だ今スライディングしたでしょ。あと元バッターなんで、はい、やっぱね、この棒状のものを使うとものすごく強いんですよ他の人より。あ、棒持っとじゃあ、うん、強くね、強いし技が多彩っていうか、うん、楽しいですね。じゃあそうそうそう、ただね彼はね野球へのリスペクトを忘れてないから、うん、バットでは殴んないね絶対。これは殴るものじゃないっつってね、地面に置くのよその間に敵にバーンとか殴られちゃうんだけど、だけどロスですね。そう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 、品田はそういう特徴があるよっていうのもあらかじめ分かってプレイすると、まあ、結構面白いんじゃないかと。すごい、引きずってる、引きずってるでしょ。痛い。これ野球的な、こう野球のトンボとかを多分やってたですよねみたいな感じのところから発想してる技なんだけど、すごい本当にね、この人死んじゃわないかなってちょっと思うような、ね、一撃でしたね。で、まあ、ちょっとこれ一気に札幌にも変わったと思うけど、西島だよね。大きいですね、うん、西島さん。やっぱりこれ西島さ、こう見ててさ、もう桐生とそもそもちょっといろいろ違くない？なんかもう動きが全然違うんですけど、主人公ごとにプレイスタイルっていうか動きが違うんですよ、はい、なるほど。で例えば西島だとモテるもの、西島ってパワーがすごいから、はい、こういうとてつもなくモテなさそうなものを持ったりして、オラってこういう攻撃ができたりします。全然違いません、戦い方が。キリュウはね、ああいうことはまあできないです、はい、まあ似たことはできる、チャリンコとか持って殴ったりとかできるんだけど、西島が持てるものは西島にしか持てないパワーでね。あー、かっこいい、うん、これ実は西島の必殺技なんだけど、これ地面を殴ったら敵がガーって、ちょっとまあアンリアルっちゃアンリアルな、いやこれめっちゃすごいですね、技なんだけどね。鳥肌立ちました今、うん、実際人間ができるのかってのはあるとは思うんだけど、いわゆる人間がやりそうな動きとかアナログ感っていうのもちゃんと演出で入れつつ、ゲームとしての爽快感の方に
今回すごい力を入れていて、まずバトルってものを楽しい、操作して楽しいっていう思ってもらえるようなものにしたかったんで、あ、嬉しいです、うん、そしてかつてないスケールで展開する大人数バトル。これね、大人数バトルっていうのは今ちょっと見た、すごい数の大人数でしょ、はい、大人数、言葉通りのすごい人数に囲まれてると思いますけど、実はこれまでのシリーズでもすごい人数の敵相手に戦ってきたことってあるんだけど、今までって1人来ました、はいはいって振り払った、2人目来て3人目来て、はいはいって縦通りのこうシステムだったんですよ。実は待ってる感じ、要するに待ってる人たちがいる、うん、今回、まあ、待ってる人たちはもちろんいるんだけど、うん、この映像を見てもらって龍が如くをこれまでやってきてもらった人だったらちょっとわかると思うんだけど、自然な形でこう大人数とのバトルが行えるような仕組みとか、そういうのって実はゲームで作るのってものすごいこう大変だったりするんですね。敵一人一人にどういう今考えがあるかとか、そういう AI っていうんだけど、そういう AI の思考とかをまあ一から変えたりとか、システム自体を新しくすることで初めてできるようになる。でこうキリュウの倒し方というか攻撃も一人に集中しないというか、こういろんな人にパマーンと攻撃できるようになってたりとか、いいのがあって、うん、例えばこう敵を投げる時もぐるぐる周囲の人を巻き込むような投げ方をしたりとか、別にこのだから前回紹介した基本的なそのバトルの部分と何か操作感も変わってるかっていうとそうではない、うん、そうではないんだけど、龍が如く4ぐらいまでのその大人数バトルとはもうそもそも楽しさというかテンポ感が違うというか、そのなぜか攻撃してこない敵とか、なぜか攻撃できない敵とかそういうのがもうなくなって、こう自然にこう流れの中で大人数のバトルがテンポよく遊べるようになりました。これ実はですね、言葉で説明するのはなかなか難しいんだけど、すごくね、自信ポイントなんですよ、僕的には。大人数と戦うっていう、僕個人的にバトルって苦手なんです、はい、本当ですか。そう、あんま上手くないのね、はい、で結構いわゆる女の子プレイに近いガチャプレイって言うんだけど、はい、その四角四角四角連打みたいな、指痛くなるまでは連打みたいな、それで敵を倒せてやったみたいな感じだったんだけど、今回ね結構ね考えながら遊べるんで、この大人数のやつをこいつから倒したりしようかなとか、どういう風に巻き込んで倒そうかなっていうのが簡単にできるようになったから、すごくねこう大人数相手に戦いたいって思うようにすごい、うん、なるぐらいテンポ感とかが変わってて、まあ、それのね一端がこう映像でちょっと伝わればいいなと思ってるんですけど、はい、うん、これは西島のバトル、西島はまた戦い方が違うからさ、どっちかっていうとこう、はい、周囲を一人敵を利用してほら、うん、うわすごい、あれがね、西島の絶技だったりするんだけど、西島さんらしいですね、うん、ドーンってダイナミックですね。西島の場合はね、一発一発の攻撃が重いのと怪力パワーが中心なんで、でこう一回地面に投げてバウンドさせたやつをブルンブルン回してそいつを武器として使うみたいな、うん、すごい巻き込んでましたもんね、巻き込む。で、さらに来た、西島だからできるこのすごいおらーっていう、いやいやいや、すごすぎでしょ、すごすぎ、うん、ますね。はい、ということでまあ2回にわたってお伝えしてきました、はい、バトルなんですけどどうでした。いやもうすごいしか出てこないぐらいすごかったです。なんかさやってみようかなって気になった、なります、もう見ていて爽快感がすごいんで、うんうん、うずうずしました。あ、本当、これまでの痛さの追求とかいうのはもうちゃんと継承しつつ、爽快感というかテンポ感、遊びやすさってのをすごい作りとしてコンセプトとして作りました。なんでこんなことやったかっていうと、もちろん簡単に遊んでほしいっていうのはあるんですけど、ゲームのストーリー全体が長いんですよ、ね、ゲームの分量がそもそも長いので、はい、クリアまでかかる時間がもう圧倒的に実は長いんですよ、はい、1時間とかそのプレイする時間の密度を上げてあげたくて、あ、すごい、うん、でも短時間の充実感が味わえる感じ、そうそうそうのためにそのバトルも技の出方とかを速くしたりとか、いろんなところをそのメインストーリーのボリューム感に合わせて設計し直したものの現れがこのバトルの新しいシステムになってます。すごいですね、うん、
はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回は五大都市を舞台に進化したキャバクラをご紹介します。ご期待ください。